い、どうもこんばんは、マギです。ということで、本日の K-POP 勉強部屋へようこそ。本日は、韓国で活躍してる日本人。どんだけいいの日本人ちょは。はい、ということで、日本人ね、もう私も K-POP アイドル好きになった理由は、ももちゃんでございます。はい、ということで、今日は、お部屋をちょっと変えて気分転換。後ろは洗濯物を干してます。はい、ということでね。まあ、私が好きになった理由というのは、やっぱり日本人ですよね。ももちゃん。そう。TWICE を好きになって、TWICE に日本人がいるっていうところで、まあ私もこう興味を持ってってしてるわけじゃないですか。ということで、こう、今回は勉強部屋なので、こう、いろんな K-POP アイドル、TWICE 以外にも、他にも、ね、日本人がいる K-POP アイドルっていうのはね、いるわけでございますよ。ということで、本日はどれだけ日本にね、K-POP アイドルがいるのかっていうのをね、2020年版で記事がありましたので、そちらを読みながらやっていきたいと思います。ということで、読んでいきましょう。記事は下の方にありますので、ぜひ下を見てください。はい、ということで、2020年版 K-POP 韓国アイドル業界で活躍する38人の日本人ということでね。まあ、今回38人。それ以外にもね、僕が気づいたところがあれば、紹介していきたいと思います。最近、TWICE や ITZY をはじめ K-POP 界で活躍する日本人が増えています。日本より韓国で有名な子も多く、韓国人に愛されている日本人をまとめてみました。ということで、まずは、一人目、サナちゃん。TWICE サナちゃんでーす。はい、ということで、もうサナちゃんはもう、うちの動画ではもうね、もう有名、もうファンもめちゃくちゃいるのではないでしょうか。はい、サナちゃんね、めちゃくちゃ可愛いですよ。はい、1996年12月29日、つい先日誕生日でした。大阪府出身でございます。はい、続きまして、ウリ、ママリン、おももりんはもう、うちで言ったらもう代名詞でございます。もううちのももりんでございます。1996年11月9日、京都府生まれでございます。おいでやすー。はい、ということでね、もうももりんでございます。もう、TWICE に関してはね、もうこう、紹介するまでもないというね、うちの動画を見ていただければもうわかることもいっぱいあります。むしろ、もうここに書いてること以上にね、もっと、もう、わかる。いっぱい素晴らしいこと。わかる。どんだけ可愛いかもわかる。もう動画もいっぱいありますので、ぜひとも見てください。そして、TWICE から最後、ミナちゃん。もう、ウリ、ミナちゃんでございます。あと、もうちょっとって言っても、あと2ヶ月ぐらい先かな。1997年3月24日。まあ、一応、日本で言えば、僕たちと同い年でございます。学年的には一緒。1997年3月24日、兵庫県でございます。みんな関西なんですね、TWICE ちゃんもね。はい、もう可愛い。もう美しい。もう美人さんって感じでございます。はい。そして、続きまして、アイズワン。宮脇さくら。はい、もう宮脇さくら、もうさくらちゃんもう韓国でも日本でも超有名人。1998年3月19日ということで、学年的には1個下でございます。鹿児島県ということで、私宮崎なんで、もうお隣ですね。もう近い九州人。どげんかせんというか、鹿児島弁って何があるかな。鹿児島弁は、わっぜ。わっぜっていうね、すごいっていうのをね、わっぜ、美味しいとか言うんですよ。宮崎弁だったら、てげうまいっちゃけん、これみたいな。わっぜうまかけんみたいな。けんって言うんかな、鹿児島弁。ちょっと、さくらちゃん教えてください。はい、ということで、アイズワンから、矢吹なこちゃん、なこちゃん、うりなこ、ててれてー。ててれてーってもうパノラマで歌ってますね。はい、なこちゃんですね。背ちっちゃいでございます。2001年あれめちゃめちゃ年下。今年違うわ。今年二十歳じゃなくて、今年二十歳になるんかな。今年二十歳になります。2001年6月18日、東京都でございます。はぁ、シティガール。はい、なこちゃんですね。背ちっちゃいっていうイメージがいっぱいありますけど、でもめちゃめちゃ可愛い、もうなこちゃんでございます。はい、ということで、アイズワンからもう一人、本田ひとみちゃん、ひーちゃん。もうね、ひーちゃんはもうね、めちゃめちゃ可愛いでございます。もう愛嬌たっぷり。ひーちゃんも2001年。まだ二十歳にすらなってない。びっくり。2001年10月6日、栃木県なんですね。栃木県の出身でございます。もうひーちゃんね、なんかもうパンみたいにね、こうほっぺたぷくぷくってしてて可愛いでございます。もうね、体も細くてめちゃめちゃもうね、もう美人さんって感じ。もうひーちゃんはもうとてもね、愛嬌たっぷりで可愛いですよ。はい、続きまして、レミちゃん。チェリーバレットですね。チェリーバレットのレミちゃん。2001年4月26日。この子もまだ二十歳
字になってない。東京都でございます、チェリーバレットでございます。これ本名なんて読むんだろう。勝野リゼ、勝野リセ、リセかな。うわぁ、なんだろう、 FNC エンターテイメントでございます。うわ、本名は漢字読めねー。漢字も苦手、英語も苦手、韓国語も苦手、俺どうしようって感じですけど。はい、チェリーバレットのメンバーとして活躍してるレミちゃんでございます。もう身長がめちゃめちゃ高くて大人っぽいらしいでございます。ちょっとね、僕もね、チェリーバレット勉強していきたいと思います。レミちゃん、日本人頑張っております。はい、続きまして、メイちゃん。メイちゃんもチェリーバレットでございます。2004年、めちゃめちゃ若い。何歳も今16、17歳。高校生だよって。うわー、韓国で頑張ってるね。おじちゃん韓国語喋れないのに韓国いるよ。メイちゃん頑張ってます。一番背が高いんだって。171センチ、めちゃくちゃ高身長。チェリーバレットの中でももう一番背高いらしいですね。すごい。だってついちゃんより高いんじゃない？170センチとかでしょ、ついちゃん。はい、続きまして、ミヤちゃん。ミヤちゃんは私わかりますよ。公園少女でございます。宮内遥香さんですね。遥香ちゃんで合ってるかな？ 1993 年。年上。まさかの年上。三つも上。私が96年生。ももちゃん、さなちゃん、みなちゃんと同じ学年でございますので。年上。5月26日でございます。公園少女さんね。はい。もう、静岡出身ということでね。公園少女の一番年上のお姉さんとして活躍しているそうです。みやさん、ショートカットでね。すごいなんかガールクラッシュな感じで。なんかトゥワイスで言ったら、ジョヒョンちゃんみたいな髪型をね、常にしているイメージでございます。めちゃめちゃかっこいいけど、かわいいっていう感じのイメージでございます。続きまして、男性です。ハルトくん。いや、トレジャー。もう今が旬でございます。ハルトくん。ハルトくん、2004年。2004年の7月5日、渡辺、これはハルトって呼ぶのかな？オンに、北斗の拳の塔でございます。2004年の4月5日、福岡県。うわぁ！同じ九州だよー。なーしとうとうみたいなね。おっとととっとってって言っとったとおり、なんでとっとってくれんかったとって、いっとうとうって言えますね。はい。ということで、福岡県出身、同じ九州でございます。181センチ！バカでけー。わしが175センチなんで、バカでけえ人でございます。はい。YG でございますよ、トレジャーと言ったら。はい。その YG から、もう一人、ヨシくん。はい、ヨシくんは、金本、もう勘違いない。ヨシくんごめんね。2000年もね。2000年の5月15日。はい、179センチ。わしより高い。兵庫県でございます。兵庫県で。で、トレジャーのラッパーでございます。ラッパーってすごいね。韓国語でラップでしょ？うわ、どんだけ韓国いるんだろう、この子たちって。もう、わしにはラップなんて絶対できない。もう、フィパランのラップしかできないもん。はい、ということで、続きまして、トレジャーマシホくんでございます。高田マシホくんですね。2001年。めちゃくちゃ若い。まだ二十歳にもなってないよ、どうするって。2001年3月25日。お、でも、もうすぐで二十歳になるかな？はい。もうすぐで二十歳になります。169センチ、60キロ、三重県、YG。もうすごい。はい。クールな印象ですが、とても温かい性格の持ち主であるマシホくんでございます。はい。そしてもう一人、トレジャー。これ4人目、最後かな？ 4 人いたイメージなんですけど、トレジャー、日本人がね。はい。朝日くん。はい。朝日くん、いいね。浜田朝日くんですね。YG エンターテインメント。2001年、この子も一緒でございます。2001年8月20日生まれです。173センチ、私とそんなに変わらない。体重56キロ、体重もそんなに変わらない。はい、大阪府でーす。ということでね、ザ・アイドルみたいな雰囲気の持ち主で、 YG 宝箱の、出演時から大きな人気を得ている朝日くんでございます。はい、続きまして、ジュリちゃん。ジュリちゃんは私1回ね行きました。ロケットパンチでございます。もともと AKB かな、もともと AKB の方、 AKB? SKE? もともと AKB ですね。 AKB で合ってます。高橋ジュリちゃんでございます。高橋ジュリちゃん、ロケットパンチ、1997年10月3日、1個下ですね。茨城県なんですね。茨城県出身。一回ジュリちゃんは、だからファンサイン会に僕行ったことあるんで、ロケットパンチは、お話ししたことがあります。はい、ジュリちゃん。俺マニアよ。はい、ジュリちゃんはね、もうめちゃくちゃ、もう気さくな感じで、サイン会ね、ぜひ、下の概要欄にありますので、ぜひ見てください。ロケットパンチね、行ってますので、その時のジュリちゃんの様子は見れないかな。そうだ、動画撮れなかったんだ、ロケットパンチは。ピエン。
でもジュリちゃんめちゃめちゃ可愛くてすごいね、YouTube やってんのみたいな感じでお話ししてくれたりとかね、めちゃめちゃ良かったんで、ぜひともロケットパンチ皆さん押してみてください。ジュリちゃんいいですよ、ファンサが素晴らしい。はい、続きまして、竹内、読めません、竹内さんです。1996年1月12日、同じ96年だけど1月ということは1個上です。はい、竹内さんですね。グループ名はなし、ソロでございます。あ、プロデュース48への出演がきっかけで韓国での人気に火がついて、番組終了後に AKB48 を卒業、韓国の芸能事務所とマネジメント契約をしました。はい、あ、竹内さん、竹内みー、なんて読むの、もう漢字がわからない、ごめんなさい。2019年10月23日に私のタイプで正式デビューして、シンガーソングライターとして韓国で活動を続けております。はい、ということでね、あー、こういうところもしっかり出してくれるんですね、ここのサイト素晴らしい。サイトの方、下の方にありますので、ぜひとも見てください。さあ、続きまして、ゆきかさん。ゆきかって、おー、俺こう小学校の時に、ゆきかっていう同級生いた。はい、寺本ゆきかちゃんかな。はい、1993年年上でした。1993年2月16日、静岡県出身でございます。この方もソロでやっております。2019年2月にシティポップジャンルの曲で正式に韓国デビューを果たしたユキカさん。あ、シティポップのジャンルなんですね。ジャンルはもう今時でめちゃくちゃいいね、もう最高じゃん。はい、続きまして、ルアンさん。ルアンさんですね、大山ルアンさん、ソロでございます。大阪府出身、2003年7月21日、めちゃめちゃ若い、もう一気に若い。はい、ルアンさんはデビュー前から BTS、TWICE、BLACKPINK など K-POP 曲をカバーして、日本でも韓国でも注目を集めていたシンガーソングライター。ほう、韓国では2019年7月に韓国でも正式デビューし、徐々に活動の幅を広げています。あー、ちょっと存じ上げないので、ちょっとね、ミュージックビデオとかを見ていきたいと思います。ルアンさん、日本人ですね。ほう、素晴らしい、なんかいるんだね、やっぱこうやって活動してる人って。はい、続きまして、ケンタくん。ケンタくんはもう最近もね、私のインスタライブでケンタくんが私の話をしてくれて、あ、もう高田ケンタくんって感じでございます。グループ名が JBJ クオでございます。1995年、1個上ですね。1月10日学年で言えば2つ上でございます。群馬県出身、プロデュース101のシーズン2で、だからワナワンとかの時の出演してた方でございます。そっから JBJ クオとして今やっております。もうね、もうファンサがすごいっていうのでめちゃめちゃ有名ですよ、ケンタくん。そのケンタくんに私も認知されてます。はい、カムサミニだ。はい、続きまして、ゆうたくん。はい、コリアンドリーム来てくれました。なんで来てくれたんだろうね、ちょっと私もわかんないんですけど、ゆうたくんは中本ゆうた NCT でございます。もう SM ですよ、 SM エンターテインメント、もう三大事務所の SM、 中本ゆうた、ウリゆうた、うん、コリアンドリーム来てくれたみたいで、もうファンの人からすごい来てね、もう私もびっくりでございます。はい、でもね、なんかやっぱね、一見もあるじゃないですか、 YouTuber のね、あえて名前出さないでおきますけど、なんかそういうのね、あんま触れるの良くないかなと思うんで、で、なんで YouTube で知ってくれてるかもしれないし、でも持ってるところで買ってくれてるんでね、わざわざ俺韓国で売れないようにしてるんですけど、なんか買ったとしたら多分誰かに日本で買ってもらって、そっからあれだと思うんで、素晴らしい。もう本当にね、それに関してはちょっとね、また別でちゃんと動画上げたいと思います。はい、ウリユータ NCT、 ユータくんが1995年1個目ですね。10月26日、大阪府でございます。もう SM エンターテインメントで初めてデビューをさせた日本人練習生であるユータくん。はぁ、イケメン、めちゃくちゃイケメンですね。はい、続きまして、ユウト。はい、足立ユウト、ペンタゴンですね。ユウトだーの人です。ユウトだーって言ってラップする子ですね。はい、すごいね、韓国でラップするってめちゃくちゃいいな。今20人言いました。はい、あと10何人いますね。はい、足立ユウト君、ペンタゴンでございます。1998年1月23日なんで、学年的には1個下かな。はい、長野県出身でございます。はい、ユートだーって夢で、テレレンテンテレンのペンタゴンですね。はい、ユートくんね、185センチの高身長、ふざけんなって、わしより10センチも高い、めちゃくちゃモデルみたいな体型してるやないかい。はい、続きまして、ユー。はい、ユーくんですね。水口ユートくん、オネノプです。オネノプでございます。ユートくんですね、ユーって名前でやってるんですね。この子はなんかもともと JYP なのかな、TWICE のモモちゃん、サナちゃん、ミナちゃんとかとすごい仲いいっていうイメージがすごい強いでございます。なんかアイドル運動会あゆくでとかですごいなんかね、絡んでる様子とかがすごい話題になりましたけどね。その
ゆうくんですね。水口ゆうとくんでございます。1993年めちゃくちゃした3月16日生まれでございます。大阪府。まあ、大阪ってことはやっぱもうねえ、もうみさもんの3人ってもすごく仲良くなりますよね。はい、続きましてるいちゃん。あ、この子俺見たことある。はい、渡辺るいちゃん。この子僕インスタフォローしてます。HUB っていうねグループでございまして、1994年年上かい、年上かい、2つも上でございます。1994年10月8日京都府でございます。この人のインスタグラムに私一回載ったことがあります。ありがとうございます、ルイさん、ルイちゃん。はい、めちゃくちゃ綺麗な人で、俺グアムで一回見たことあるんだよね。 HUB ってあのトワイス見に行った時にあの一緒に出てて、めちゃめちゃ綺麗この人と思ったら日本人みたいなっていうので僕フォローしてみたいな感じだったんですけどね。素晴らしいでございます。この人もぜひとも皆さん応援してください。続きまして春さん。安倍春乃さん、ネイチャーですね。ネイチャー、ネイチャーの曲も私もデビューした時からも聴いております。はい、2000年、めちゃめちゃした、もう足の4つした。2000年の2月21日、宮城県出身。あー、私宮崎県とよくあの間違われちゃう宮城県出身でございます。牛タンが美味しいでございます。ネイチャーのメンバーとして2018年に韓国デビューしました。一回K-CONで見たことあるかな、ネイチャーね。そこにも日本人がいるということで素晴らしいでございます。はい、続きまして、まひろさん。河村まひろさんでございます。Z ガールズっていうね。はい、ちょっと私、存じ上げないですかね。ちょっと申し訳ない。1995年、1個目でございます。7月23日、誕生日ちょっと近いでございます。大阪府でございます。乃木坂48として日本デビューするも2018年に卒業。その後、韓国事務所が企画したプロジェクトグループ、Z ガールズのメンバーとして2019年2月にデビューしたまひろさん。はぁ、もともと乃木坂なんですね。はぁ、もうなんか勉強すること多いでございます。わからないことがいっぱいありますね。はい、続きまして、たくや。はい、寺田たくや、元クロスジーンでございますね。1992年めちゃくちゃ年上、たくやさんですね。たくやさんでございます。もともとクロスジーン、クロスジーン、あ、もう存じてます。はい、2008年ジュノンスーパーボーイコンテストがきっかけで芸能界入りして、2009年からモデルとして活躍を始めたたくやさん。はい、ということで、めちゃくちゃもうモデルみたいなもん体験しております。もうすごい、もうめちゃくちゃかっこいいじゃんこの人。会ってみたい、会えるんかな。はい、続きまして、太一さん。元ブランクセブンですね。本田太一さんですね。1996年8月20日、チングー。私と同い年でございます。96年の8月20日。出身地は日本としか出てない。はぁ。ブランクセブンのマンネとしてデビューしました。2017年ね。はい、続きまして、まひろさん。日高まひろさんですね。デビュー前でございます。まだデビューなさっておりません。2001年の3月28日、大阪府でございます。YG エンターテインメントの練習生としてプロデュース X101 だから X1 の時ですね。はい、 X1 ではねそのデビューができず、で今X1 のキムヨハンくんが所属する OUI エンターテインメントと契約していることが知らされましたということで、めちゃくちゃかっこいいけどね。なんかモンスター X とかにいそうな感じはありますけどね。はい、続きまして、長谷川洋平さん。はい、急に全部日本語。なんかね、アイドルっぽいとかじゃなくて、長谷川洋平さん、ドゥルドゥルアーティストカンパニー。すごい面白い名前でございますね。ドゥルドゥルアーティストカンパニーという事務所にいるらしいです。1971年11月4日。はい、ギタリストさんですね。バンドのギタリストさんでございます。はい、アイドルという、あ、でもこの人俺見たことあるわ。有名です。見たことありました。はい、続きましてソウルくん。白ひょうたくん。あ、ハーフかな、ハーフなのかな。 P1 ハーモニーっていう、グループの方に所属しております。 P1 ハーモニー知ってるよ。 P1 ハーモニーでございます。最近なんかカムカなんかした気がするんだけど、俺ミュージックバンクかなんかのあれで見た気がするな。音楽番組で見た気がします。 P1 ハーモニーの、あ、日本人いたのね。はい、2005年2月1日生まれ。もう若い。俺何個した待って、俺9個した。怖い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 。はい、お父さんが韓国人、お母さんが日本人という国籍で、国籍は日本というらしいですね。はい、翔太郎。はい、あ、 NCT のもう最近ね出ましたね、翔太郎くんです。大崎翔太郎くんですね。 NCT 2000年生まれ、めちゃめちゃ若い。11月25日、神奈川県なんですね。私神奈川住んでました。はい、 NCT に9月、今年の9月に NCT2020 に合流すると発表された翔太郎。はぁ、すごいね。あ、ジゼルね。次、はい、このこちらも SM でございます。内永エリーさんでございます。
ますね。この方も2000年の10月30日、若いね。エスパでございます。もう最近まあ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 で出ましたね。ブラックマンバで出ました。そのうちの一人がジゼルというね、日本人でございます。はい、はい、続きましてユクさん、ダークビーというねグループに所属しております。天沼ユクさんかな。はい、2002年、若い。わしの4566個下、5月12日生まれでございます。もうすごいね。9人組のダークビーとしてデビューしました。グループの中の唯一の日本人メンバーでございます。はい、続きましてソラさん、坂田ソラさん。一回僕動画で紹介したことあります、坂田ソラさん。ウアーのね、一人日本人の方がいますね。福岡県出身、覚えてますよ。2003年8月30日の生まれでございます。まあ、去年の5月にデビューしたんですよね。で、日本人でソラちゃんつってめちゃめちゃ可愛いんですよね、この子。で、ロールモデルはミナちゃんということで、もうね、素晴らしい、美しい系でございます。ロールモデルがミナちゃんでございます。もう美しいって感じでございます。はい、続きましてレアさん。レアさん、ちょっと初めてお聞きしました。すいません、ちゃんとそういうのも正直に言っていきたいと思います。なぜならこちら勉強部屋でございます。皆さんと一緒に勉強しましょうの回でございます。小川美月さん、シークレットナンバー、シークレットナンバー、俺知ってるよ。シークレットナンバー聞いたことあります。はい、1995年8月12日年上でございました。ごめんなさい。で続きましてゆきさんですね。パープルキスのゆきさんでございます。毛利小雪さんですね。はい、2002年11月6日、若い。はい、ママムーとかワナスとかの事務所である RBW から近々デビュー予定のパープルキスというね、素晴らしい。もうデビューしてるのかな、この記事が出てる時にはどうでございましょう。はい、続きましてゆうりさん、徳永ゆうりさんですね。ルナーソーラーですかね、ちょっとグループ名もよくわかんない。2020年9月に4人組アイドルルナーソーラーでデビューしたゆうりさんでございます。福岡県、同じ九州でございます。はい、2001年5月16日若い。はい、やっております。続きまして37番ヒロー。はい、XRO でございます。私が一回紹介しましたジェロですね。ジェロのヒロ君でございます。メジャー内に本名が出ておりません。1997年11月24日出生地も出ておりません。謎多いですね、ヒロ君は。謎多いですね。私の一個下ですね。2020年7月にデビューしたパフォーマンスデュオ、ジェロとしてデビューしたヒロ、デビュー前に同じ事務所の練習生としてオーディション番組ミックス祭に出演した経験を持ちます。はい、続きましてニキ君。ニキ君はあれですね、エンハイフンでございます。はい、西村力くんかな。はい、ビッグヒッツでございます。2005年、めちゃくちゃ、そんな若いの。2005年12月9日、岡山県ねー、珍しい、岡山県から出ております。もうビッグヒットのエンハイフンでございますよ、ニキくんね。はい、素晴らしい。はい、ということで以上38名でございました。はい、ということでもうバタ足での紹介でしたが、下の概要欄の方にね同じ記事がありますので、改めて皆さん読んでみてください。いやー、でもこんなにいるんだね。俺も知らん人結構いた。日本人なら知ってるわーと思ってたけど、結構知らん人多かったね。はい、ということで皆さんも勉強になりましたでしょうか。もしくはみんな知ってるよっていう人もいたかもしれません。知らなかったよっていう人はぜひとも調べてみてください。同じ日本人が頑張っております。韓国でも応援していきましょう。ということで皆さん、アニョン。日本人多いな。